こんにちは、マッスルグリルです、ね、今日は変わった3人ですごいですね、もうなんか漫画ですね。漫画ですね。その状況が漫画です漫画にしようとしてる。愛しすぎた男も今日はお邪魔してます。いやー、太蔵さんのこの格好見てください、ね、超新鮮じゃないですか。いや、自分でも新鮮なんですよ、マジで。めっちゃそれっぽいよね。っぽいです、っぽいです、ね、大丈夫ですか、はい、今日これから太蔵さんは体をこう良くしていきたいということ、そうなんです、はい、自分がコーチングすることになったわけですが、なんとかよろしくお願いします、楽しみです。体を良くしていきたいっていうのは本当に今年の目標で、はい、今年翻訳なんですよ、はいはい、すでに半月前ぐらいに痛風発症し歩けなくなる、でそこから立ち直る、はい、でやっぱり体作んないと、まあ、健康じゃないと始まんねえな、そうですっていうのは本当に思ってて、自分はね、もうなんとなく太蔵さんの完成形なんとなく分かるんです。すげえ、もう大丈夫です、はい、そういうもんなんですね。そこに向かって自分が設計していくんで。うわ、すごい、これ、はい、私が小切りやってるようなことですけど、はいはい、逆にやっていただくっていうのは本当新鮮です。あ、本当ですか。カウンセリングからですね。はい、カウンセリング、はい、亀先生はあの、うん、取材なので、はいはい、その見届け人として、はい、変わっていく姿を見させていただいて、ね、本当に普通の人間だと思ってます。僕は私はそうは思ってないですけどいろんな意味でね中身の問題どういう風になってくるか、はい、長くなってるんで大丈夫です。そうそうそう、前置きの長すぎるのも今さっき大丈夫です、はい、よろしくお願いします。じゃあカウンセリングから、はい、はい、お願いします。お願いします。太蔵さんの今の体身長と体重を教えてもらっていいですか。170センチ、はい、80キロ、80キロ、自分が同じ170キロで今77キロ、でかすぎないですか170キロ、ありえるかもしれないですけど78キロなんですよ。え、マジっすか、はい、ということは太蔵さんの方がでかいってことなんですよ、体積が。はあ、だから今の時点で太蔵さんの方が俺よりでかいです。太蔵さんはこれから小さくなっていきます。小さくなっていくの。でも筋肉はついていくんですよ。だから結構筋肉つけるっていうとでかくなるイメージあるじゃないですか。でもそうじゃなくて服がどんどんガバガバになっていくっていうイメージをまず持ってもらいたいんですよ。いや、実は5年ぐらい前に母親にプレゼントしてもらったシャツがまだ着れるんですよ、はい、ああ、じゃあそれ着ましょうか。それ着れるようになるかもしれないですね、もしかしたら。理想は体重変えないまま筋肉痛になることが一番のマッチョの近道なんですよ。なるほど。筋肉だけを純粋に良くしていけば体重は減らないんだけど体が引き締まってくるわけなんですよ。なんで僕みたいになるってことです。同じ80キロぐらいでとはいえ遺伝子が違うじゃないですか。違う。なので発達しやすい部位とかがあるんですよ。じゃあもう見たら分かっちゃう。だいたいそうですね。自分まずカーフ見た時に体重のすでにカーフがすごい筋量があるんですよ。確かにカーフすごかったですね、はい、マジですか。なんでだろう、はい、やっぱお父さんが骨董屋だったっていうのは全然関係ない。それか関係ないじゃないですか。お父さんは鑑定士で関係ない。関係ないですね、多分ね。で、あの鎖骨が短いんですよね。ここが鎖骨の幅が。太蔵さんの場合は胸が結構熱いな、熱くなるタイプだと思うんですよ。ボディービルダーでいうと五郎さんタイプなんですよ。五郎さんで、多分カガーがそんなにこう張り出せない、横に張り出さないタイプですよね。ちょっと、ま、曲げてもらっていいですか。グッと力を入れたときにここの剣の長さを自分見るんですよ。剣、剣が2本入ってるのか3本入ってるのが重要で。マジです、どこに。1本半なんで結構剣長いんですよ。ってことは腕が太くなりやすいから剣が短いんですよ。筋腹って言って筋肉の部分がでかいんですよ。だからフィジーク向きです。すっごいこのカウンセリング。すごいですね、はい、視聴者の方も当てはまる人いますよね。あ、いますいますね、はい、鎖骨が短いと、鎖骨が短いと胸の厚みが出る、はい、でその代わり肩がそんなに張り出さない、張り出さない、はい、で筋腹が短いということはポーズを取った時に太く見える。すごいっすよね。でもこのこれピークっていうピークって言うんですけど、ピーク感半端ないですね。こうなってるわけで、太蔵さんの場合はもともとこっちについてるんでフィジークでこうあんま曲げないんですよ。なるほど。だから太く見えるタイプだから自然に立ってても腕がかっこよくなるタイプです。うわー、なんか、はい、お得、よく分かってないけどすごい嬉しい気がする。このカウンセリング、はい、あとは太蔵さんが特にここつけたいっていうところを今日は2種目ぐらい攻めていって、あとはバランスよく鍛えようかなと思ってますけど、背筋は本当に昔から強化したいと思ってまして、楽器やってるんですけど、はい、すげえでかい楽器前でこうやって持つんですよ。ここがもう僧帽筋ですね。これも10歳ぐらいからずっとやってるので、はいはい、この部分がいつも足りないなみたいな。太蔵さんに今日はとりあえず筋力を発揮するってことだけ覚えて帰ってもらいたいんですよ。筋肉使ってるなっていうのだけ
終えるだけでも今日は、まあ、そこまでいけたらむしろすげえなと思うぐらいなんで、筋肉使ってるなってことを感じる、感じてもらいたい。じゃあ早速やりますか、完成ここまでにして、ね、お願いします。太蔵さんが体見せてくれるみたいな、これでだいぶイメージつきやすい。結構積極的に脱ぐ人あんまいないですからね。いやいや、そんな見せてもしょうがない。あれそうだから逆に俺らは脱ぎたくないんだけど、太蔵さんまだほら、そうこれ体にこだわりがないから、普通の人間なんで、はい、でもこれどうなっていい体っすよね。そうそうそう、だ結構だ胸を言った通りじゃん、はい、常にあるじゃん、はいはい、後ろちょっと見せてもらっていいですか。ちょっとこう、はい、肘こうしてもらって手を腰に置いてもらって、このままグーッと前に行ってもらっていいですか。俺と同じタイプ似てますか。あ、似てる。何ですか。ここからスタートして、はい、何年か経ったら、はい、全然別人。いや、これ面白いぐらい変わるんですよ。だからみんなやめられないんですよね、筋トレって。菅原さん、これ体操携帯でも一応記録として撮っておいてもらっていいですか。太蔵さん、撮影とかあんま関係ないんで。関係ない。超自由なんで、はい、この体がどう変わるかって楽しみですよね。もうだからあとは続けてもらうだけで、もう今日始めた時点で3年後は決まってるわけなんですよ。もう絶対違う体になってるんで、始めてそれが習慣になればですよね。そうそうそう、はい、で今からスクワットやるんですけど、スクワットは一応簡単に言うと、ももの筋肉を鍛えたいんですよ。ここ。そうです。でここを鍛えるとたくさんいいことがあって、大きい筋肉なんで、はい、たくさんエネルギーを使ってくれるっていう良さがあります。であとももを鍛えると力そのものがつきやすくなるっていう、結局人間って地面から力をもらってるって、簡単に言うと何をするにも立ってるじゃないですか。うわ、そうだ、座って物を投げられないじゃないですか。だからここを鍛えるともうここの筋力とかにも影響しちゃうんですよ。はあ、ここで。そうです。なんでスクワットは必ずやってもらいたいなっていうところ。太蔵さんの思うスクワットのイメージ、こういうやつ。あ、いいじゃん。それちょっと5回ぐらいやってみてください。いや、全然イメージだけですよ。イメージだけ。1、2、5。はい、OK です。あれ、これあれじゃないですか、北村さんが3000回やってる。そうだ、3000回やらされる。3000回。しゃがみやすくなるコツとして、杭を地面に打った時とかって、うん、こう打つとバーンって入るじゃないですか、はい、もしこう打ったらどうですか。いやいやいや、入んないですよ。入んないです。これがすねなんですよ、人間でいうと。これすね。はい、だからこれがまず直線に地面にぶっ刺さってなきゃいけないんですよ、しゃがむときに。これをこうすごい重要なところじゃないですか。はい、自分の携帯で。撮影中なんです。撮影中なんですけど。後で見返さないと。簡単に言うと、自分のすねをイメージしやすいように膝を押さえてもらって、このすねを地面にグッと打ちつけてください。グッグッ。これがスクワットの基本なんですね。ここっていうのが筋力が使いやすい姿勢なんですよ。でこれキープしちゃうと実は筋肉ってどんどん力がなくなってしまうんで。あ、止めちゃダメなんですか。そう、要はジャンプジャンプジャンプっていうのがスクワットです。ジャンプしないジャンプ、スクワットは。でそれをこれ担いでやったらスクワット完成です。きた。ジャンプ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 、これ最初これでいいです。まず普通に立ち上がってもらって、でちょっと後ろに行きましょうか。でこれだといいですか、太蔵さん。はい、いいぞ。まず気をつけてもらって、うん、これを前に寝かせた瞬間安定しません？ああ、するする。しますよね。確かに。まずこれが大事なんですよ。なんでスクワットでこのまましゃがむとするとグラグラのまましゃがむことになるんで、うん、バランス取れないんですよ。なんで必ず前に一回つま先に全部体重かけてください。つま先に。そう。あ、乗った乗った乗った。でそこからさっきみたいにグッと下げると安定してしゃがめるんで。これを突き刺すだけです。グッと地面。はい。はい、グッと突き刺す。そう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 。それでいい、それでいい。うまいうまいうまい。それでいいです。そう。8、9、10。はい、OK、OK。あざみさんのちょっと見本みたいなの見せてもらっていいですか。そうですね、つま先の方に体重がないと安定しないですよ。グッ。ここに落としてくるわけです。グッ。グッ。グッ。で、そうすると膝が勝手に外向くの分かりますか。ここで、グッていくと思うんですよ。うん、その反発が起きてるからですよ、筋肉の。でそれぐらい自分から自らこうしゃがみ込んでいくことによって筋肉っていうのはしっかり筋肉発揮できるんです。これをゆるーって下げていっちゃうと全く何も起こらないです、筋肉では。ただ硬直してるだけになっちゃうんで、なるべく生き生き筋肉を動かしてあげるにはこういう作用が必要なんですよ。今これあざみさんがたどり着いたスクワットのやり方はこういう感じ。そうですね、スクワット以外もそうなんですけど、はい、なのでもう第一段階これでいいです。腰が高いと安定しないんで、足を開くと腰引けないじゃないですか、はい、そうすると安定するんで、やっぱり少し腰は開いた方が次はいいと思います。でさっきのフォームでそのまんまやればいいだけなんで、はい、息を吸う
お腹にグッと力を入れる。吐くっていうよりは、うっとお腹を前に出す感じ。そう、そう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 。で、腰引いて前に出して、体前に出して、さっきの一番シャドウの状態。Z、Z、Z。そう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 。うまい。止まった、上げる。そう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 。そうそうそう。おお、すげえくる。うまいうまいうまい。腰痛くないですよ。大丈夫です。はい。スピードはもっと速い方がいい。そう、下げるスピードです。下げるスピードが速いほど反発が上がってくるんで、わかります？脱力だから。そう、落とすときは。落とす。その代わり腹圧は抜かない。意識して落とすっていうより自然に落ちる。そうです。感じますね。そう。そうすると勝手に上がるじゃないですか。バーンって。いや、うまいっすね。筋肉との対話だ。そうですね。感じるってことですよね。そう。筋肉が力が出る状況に無理やり持っていくって感じですね。40キロですね。40キロ、これで終わります。まず、ラックアップして、腰を引く。そこから、そう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 。そう、うわ、すっげえくそう。膝出ないよね。そう。出なければ外れるので。そう。そうそうそう。打ち込む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 。そう。そうそうそう。そう、うまい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 。筋肉がね、今すごい。わかりますこれ。ピクンってなってるのわかりますこれが重要ですね。OK です。じゃあ次、ベンチプレスっていう、まあ、これもあの人気のある種目なんですけど。ついに来たって感じしますよ。でもこれはあの結構、あのなんていうんですか、そんな今日は思い込まずに、筋肉の反応だけをこう感じてもらいたいなと思います。なるほど。これをちょっと実験的に今からやっていきたいなと思うんですけど、はい、まずベンチプレスでここの筋肉を狙っていって、ここにさっきみたいな反発を起こしたい場合っていうのは、すねがこれだと思ってください。この前腕、はい、これを地面に突き刺さなきゃいけないんですよ、まず。ってことは、こうなってたら突き刺さないじゃないですか。確かに。ちょうどここが突き刺さった時に腕がこの辺にあるって感じです。はい、そうだ。ちょっと自分の手を僕と同じ力で押し返してみてください。で、そのまま力入れてください。いいですか？胸きついですよね。胸ピクピクしません？なんかでも何回かやると、はい、ここの意識がこう感じられるようになる、はい。で、それをバーベルでちょっとやってみましょう。そうか。押し返してください。胸くるでしょ。くる。気持ちよくないですか？すごい。気持ちいいですよね。これができるようになるとめちゃめちゃよく筋トレのイメージが良くなります。そういうこと、はい。なので今日はそこまでいきましょう。まず20キロ。はい、20キロ。ね、これも例えばですよ。こうだと緩みません？緩みますよね。こうすると、ほら。全然違うところに力が。さっきスクワットを前に体重かけてもらったじゃないですか。うん、それがこっちなんですよ。ベンチプレスで言うと。で、こうすると緩んできちゃうんで。こうすると筋肉が、ほら、きつい。きつい、きついというか力入りますよね。力。ここがまず重要ですよね。だから負荷かけますよ。はい。そうするとほら、わかる。ああ、わかるけど、きついわ、この重さ。押しません、ギュッと上まで。で、ちょっと上まで一応押しましょう。と。で、そこからグッと下げる。下げて、下げて、下げて、下げて。おお、きた！オッケーオッケーオッケー。今一発ドーンってきました、まあ、それを毎回作るって、うん、用意したい。すごいなこれ。だベンチプレスってプレスってことは上から下に押されるって意味なんですよ。プレスってそうじゃないですか。だからプッシュじゃないんでプレスをイメージしてやらないといけないんですよ。やっぱりここに来た時と来ない時の差がすごい分かります。分かりますね。だからそれが分かると楽しく筋肥大していくっていう感じ。なるほど、はい、40キロですね、はい、はい、せーのと上ですよ。深くしなくていいですからね。ポンポンポン。そうそうそう。それをだんだんどこが一番弾むかなって探ることが、さっきより効いてますよね。効いてる。力が効いてる。ああ、そうそうそう。それをポンポンポンってスピードをつけてできるようになると、これちょっと難しい。左右に結構ブレますね。ブレます。OK。まずはここからでいいです。